ブロックがないのがフォロ ー、 でブロックがあるのがセミフォローという呼び名もあるらしいですね。1920年代だと思いますけども、ブリッジのこのネジを締めたり緩めたりで原稿を調整できる特許、あとトラスロッドの特許はギブソンが取ったらしいですね。田中一郎のギターアッパーカット2、ついにですね、ついにというか今回の箱物でございます、いろんなことをアッパーカットしていきます。またよろしくお願いいたします。まあギターですからね、箱物が当たり前というか、はい、ほとんどの弦楽器はこういうふうなこう箱があって、そこの中でこういわゆる反響しちゃったものがサウンドホールから出てくるということで、ただ板についてる音を増幅してるわけですけども、逆に箱物からもっと大音量でバンドの中でできるようにと、エレクトリックギターが誕生したわけですけども、散々この番組でお送りしてます、レスポールや SG やフェンダーの数々のギターの前に箱物にピックアップがついたのがエレキギターの始まりですよね。だからまあその箱物にもいろんな種類があるということをまたお話していきたいんですけども、そもそもあんまりクラシックギターとかアコースティックギターのことを詳しくは説明しすぎるとエレキギターにたどり着くのが遠くなるんで、ちょっとほどほどにしたい気持ちもあるんですけど、クラシックギター自体、もういやもっとその前にリュートとかになるとすごく昔ですけども、クラシックギターのあの形であのチューニングになったのはやっぱり18世紀19世紀で、そんなに昔じゃないみたいなんですね。でマーティンがスタートしたのが19世紀中盤のちょっと前ぐらいで、ギブソンは19世紀の終わり1890何年なんですけども、ギブソンさんはオビル・ギブソンさんはマンドリンをまず作られて、はい、でアコースティックギターを作られたんですけども、クラシックギターのデザインよりもやっぱりマンドリンに近いデザインをやりたかったみたいで、このアーチドトップで、しかもここにこうなんかこうくるくる回ったのがついてて、こういうブリッジだったんですけど、つまりそのここがこうフラットじゃなくてこうアーチがあって、もう木を曲げる技術は確立されたらしいんですけども、曲げた木で作るよりも、木を削り出してアーチを作った方が音響特性が良いとかいうことで、作っていったみたいですね。だけどもまあかなりの木が必要ですし、作業工程も大変なものになりますから、いろいろ簡略化されたこともあると思いますけども、やっぱりその現代のエレクトリックギターでギブソンとフェンダーがライバルなように、当時アコースティックギターだけの時代っていうのはマーティンとギブソンっていうのがある種ライバル関係というか、デザイン的にも違う傾向を突き進んでるんですけども、やっぱサウンド的にいいものを追求するっていうのは共通した戦いがあったみたいで、で結果的にはそのこのアーチドトップをやってるうちに、途中からマーチンと同じようなフラットトップになって、アコースティックギター自体はギブソンもフラットが主流になっていくんですね。まあフラットって言いましても、前回前々回言いましたように、厳密にはフラットじゃなくてものすごいちょっとしたあれがついてて、ブリッジとサウンドホールの間が頂点になるように、張力がかかっても引っ込まないっていうような設計されているそうですけども、でまあこのアーチドトップギターはピックアップがついてフルアコースティック、フルアコースティックエレキギターでいいのかな、まあという形でジャズミュージシャンに好まれて使うようになりましたけども、はい、一応今僕が持ってるこのギターはですね、鹿田さんという超可愛い女の子のおじいちゃんからお借りしたギターなんですけども、こういうふうに日本ではピックギターっていう名前で残ってまして、これ L50、L50 ですけども、これのドットポジションマークバージョンが、鹿島市娘さんが使ってた L48 ね、48。横山ホットブラザーズとかね、意外とね、関西のお笑いの方々はギブソン使ってましたね。そうですか。はい。なんか不思議ですけどね。でもまあ、話戻しまして、で、L50 とか、はい、L0 とかそういう L がついてるんで、 L がついてる名前の人なのかなと思ったらそうではないみたいで、
あのロイド・ロアさんという方がギブソンの1920年代ぐらいから ある期間いらっしゃって、その方が F ホールを採用したりいろんなことを考案された方らしいんですよ。で1930年代にエレクトリックも申請したんだけどギブソンの経営の方からはいやダメだっていう話になって、それじゃ意見が分かれるということで退社されて違うところで、まあ、世界初のエレキギターは作られたらしいんですけども、でまあギブソンの方はジャズギタリストがもっと爆音でやりたいから何とかしてくれということで、こういうギターにピックアップをつけたのが始まりなんですね。でまあそれはチャーリー・クリスチャンという方なんですけども、それが1930年代の終わりとか1940年代なんで、レスポールよりは10年ぐらい約早い時期にスタートしたことになりますね。でまあ実はそういうことを説明することよりもセミアコースティックにたどり着くために一応フルアコを説明してるっていう回なんですけど、で一応諸説ありまして、これもそうなんですけど ES175 っていう、まあこれにカットウェイがついたような感じでピックアップが2個ついてる有名な機種がありまして、パッド・メセニーとかね、いろんな有名な方が使ってます。でそれは175っていうぐらいで、もっともっと高いのがあって175なんですけども、なぜかというと合板らしいんですよ。要するにそのまあ簡単に言うとベニヤですよね。メープルポプラメープルポプラメープルとかになってるのをやってプレスして削り出さないで、もう本当にこうお湯につけたビスケットを固めるかのようにプレスして作るっていう、意外とこう楽に削られてでも楽にできるんで値段も安く売れると。ところが逆にそれが功を奏してハウリングというか変な反響がないおかげで逆にフルアコースティックには好都合だったらしいんですね。でそれがアコースティックでちょっと話が前後しますけど J シリーズ、SJ もスーパージャンボもありますけれども、とりあえずジャンボシリーズだ、 J の45とか50とかね、ありますけど J160 だから J160E、 ジョン・レノンとね、ジョージ・ハリソンが使ったとか有名ですけども、あれはピックアップをつけるためにやっぱ合板らしいんですよ。ただ2010何年からメンフィスじゃないや、あっちモンタナで作ってるやつは単板になったらしいです。単板でもハウリングを起こさない技術がいろいろできてきたんで、今の 160E はアコースティックギターの鳴りがちゃんとあるままピックアップがついてるっていう形らしいんですけども、まあ、で話を戻しまして、その合板で ES175 を作って、で、まあ、フルアコースティックがだんだんいってレスポールっていうふうに話が変わっていくんですけども、アコースティックとセミアコースティック、一般的にはここに何も入ってなくてブレーシングでこの表木をと裏の木をこう支えて、中が空洞っていうのがアコースティックで、センターにブロック木のいわゆる塊が入っているのがセミアコースティックっていう話になってますけど、人によっては合板で作ったのをセミアコースティックっていう方もいるらしいです。そうなんですか。初めてそれ知りました。ブロックがないのがホロー、でブロックがあるのがセミホローという呼び名もあるらしいですね。だからまあこうやって完全にフルアコースティックだと丸いサウンドホールというのとはちょっと違った鳴り方がしますけども、後にオベーションでこうちっちゃな穴がいっぱい開いてるのがあったんですか、アダマスとか、ああいう考えからするとやっぱこれも何かそれなりのバイオリンとも同じですし、音響的になんかちゃんとしたこうものはあるんでしょうね。ここに穴があって、僕知らなかったんですけど、バックがフラットのマンドリンってギブソンさんが作ったらしいんですよ。あ、そうなんですか。それまで古代のマンドリンはこういう風になってて、はいはいはい、ギターも比較的こうらしいんですよ。でこうなっててこのサウンドホールに音が集まるような形をしているのふうに作ったらしいんですね。だからオベーションのバックのあれはそういう考えのまま、材質は違うので作ったけどもそういう考えがあるというね。確かにそうですね。オベーション裏そうなんですよ、ま、丸いというかついてますもんね、うんうん、だからまあどこまでねこのアコースティックのことをご説明していいやら難しいところはありますけども、でもせっかくですからね、この持ってきたんでなんかこういうのありますけど、こういうギターを弾いてるのっていうのは勘太郎さん、内田勘太郎さん、優香さん、あと有山さんも時々こういうのを弾いてますけど、
あんまりブルースの人は普通のフラットトップの方が多くないですか。あ、でもそうかもしれないです、ね、ロバート・ジョンソンの ね、L もそうで、ブルース・キングもそうですし、なんかやっぱり、まあ、あのマイクを置いてやるのはジャズは大変でしょうけども、うん、やっぱりあんまりアーチドトップが、ね、ブルースというのもジャズっぽいかな、うん、ではやっぱ僕はカシマシマスですかね。まあ、あのまあそういうことで、あの言いますと、これがまあ中が空洞のフルアコースティックでですね、はい、こちらに並んでる、ES335 の74年と79年、これはあのカイワンドの大森さんの、いわゆる遺品でありますけども、はい、これは79年、両方ともなぜかカラマズ工場なんですけども、はい、こっちは両方とも、センターブロックが入ってます。で、まあちょっとあのその説明はまた次回に行きますけども、はい、今あのお持ちになってる、要はセンターブロック入ってね、まあ、それはアコースティックギター、はい、うん、まあ、ホローギター、はい、で、ブリッジあるじゃないですか、はい、で、うーん、なんかセンターブロックならセミアコースティックギターだと、そこにすごく力かかっても平気そうな気はすごくするんですけど、はい、この、いや、あのだからブレーシングとかでなんとかやってるんでしょうね。やってるんですよ、だけどこれ本当はもっと硬い太い弦張りたかったんですけど、はいはい、やっぱりちょっと下がってきてるんですよ。もっと本当は高いはずなんですよ。そうなんですか。でちなみにあのギブソン、あ、多分ギブソンだな、はい、パテントで1920年代だと思いますけども、ブリッジのこのこのネジを締めたり緩めたりで弦高調整できる特許、あとトラスロッドの特許はギブソンが取ったらしいですね。あ、そうですか。そうなんですよ。だからあの削ったりいろんなことをしないと弦高を変えられなかったのが、はいはい、ククッと回すだけで変えられるっていう、それが1900、そうなんですよ。で トラスロッドってもうあれじゃ、なんかそういう名前だと思ってるじゃないですか、はい、なんか知ってます、語源。え、知らない。トラストとロッドなんですよ。トラスト、信頼のロッドなんですよ。すごくない？すいません、それは知りませんでした。調べて見つけました。あ、そうなんですか、うん、いやだからちょっと今またブリッジの話に戻っちゃいますけど、はい、あのちょっとそのギターもよく分かってないんですけど、うん、例えばバイオリンとか、うん、あっち系って止まってないじゃないですか、ブリッジ。確か、はいはい、なんか弦外したと動いちゃいますよね、あれ。確かもちろんそうですよ。これもそうですよ。やっぱそうなんですか、うん、で、あの中に上と下をあのつっかい棒みたいなのがついてるフルアコもあります、はいはいはい、あ、それは本当バイオリンとかと一緒ですよね。バイオリンとか系楽器も、うん、昆虫って言うんでしたっけ、魂の柱っていうの、あるのもないのもありますよね、で基本的にね、これ弦取ったらパタッと取れますよ ね、うん、そうなんですよね。この F コードのここなんですよ、目印が。そうそうそう、とんがってるところって聞いたことあるんですよ。こことここを合わせたところに置くと、まずそこがオクターブ近いと。あ、うん、でもそこってやっぱこうオクターブ、まあ、弾きながら若干ずらしたりするもんなんですか、この手のギターって。チューニング、まあオクターブ、いや、まあ、あのこれで合わせるしかないんですよね。やっぱそれちょっと若干前後させたりとか。そうですね。だからあのといっても一個一個できるブリッジじゃないん で、うん、ですよね、まあ、チューマチックつけられないわけじゃないですけどね。いや、随分その、いや、フルアコってその絶対ブリッジのところにすごい力かかってるだろうなって思って、うん、よくそのアーチと、まあ、それに今下がってるとおっしゃってましたけど、アーチトップの、いや、だからね、あの塗装とかの問題もあるでしょうけど、グレッチって結構あのロカビリ系とかロックンロールの人使うじゃないですか。だから本当にね、ギャーってやったらね、ちょっとずれるんですよ。いや本当に。だからあのジャックナイフの荒川君、純一郎なんかはもうここあれ木ネジで止めてましたね。え、グレッチってやっぱ止まってないんですか。止まってない。いや、だから止まってるモデルもあるかもしれませんけど、基本はこれと同じなんで、僕もカントリージェントルマンがあのチェットさんが契約が離れてる時だからカントリークラシックっていう名前の持ってますけど、はいはいはい、あの多分ラッカー塗装じゃないから平気だと思うんですけど、強力な両面テープで留めてます。あ、そうなんですか、うん、いや、もう釘打ってもいいかなと思ってから、ちょっとねかわいそうだと思って。いや、結構、ね、今はね、あるブライアン・セッツァーモデルかなんかは出っ張りがあって、そこにカチッとはめるようになってますね。へー、うん、いや僕は若い頃はとにかくそういうこう動くのが嫌で、何とかして止めたいと思ってましたけど、だんだん年とともに意外と平気になってくるんですよね。レスポールの時も話しましたように、このブリッジが高さが変わらないように2枚のこうサムナットで締め付けるのが好きでしたからね。そっか、やっぱ動くんだな、止まってないんだなっていう。そうなんですよ。いや、でも前回の、あの前回というか前々前回の SG と一緒で、
アコースティックギタージャンボシリーズ J の、はいはい、いっぱいあるじゃないですか、でそれはそれなりの売れてるしみんな弾いてるの見るじゃないですか、でこれそんなに見ませんよね、で今あの時々しか作られてないんですけど、よく長く70年代まで売ってたなと思うんですよね。いやなんか残っててほしいけど、そのよなんかやっぱり伝統ってあるんでしょうね、意地もあるだろうしね。例えばその今アコースティックギターの話で、まあ、マーチンでもギブソンの J でもいいんですけど、サウンドホールってこう要は真ん中のところ、真ん中っていうか丸く空いてるじゃないですか、それと今のそのお持ちになってるこう F ホールのやつでこう音の出方、響き方、音の音量みたいなものって差あったりするもんなんですかね。いや、ありがとうございます。いやいやめちゃめちゃなんか私役得ですね。でもこれ入手したらピックアップつけたくなるんだろうけど、でもハイフレット弾けないからな。あでも片手がなくてそれだと、しかもボディ厚いからハイフレットきついっすよね。うん、これは本当に63年に変わられたみたいですよ。あそうなんですか、うん、リアルタイムで、あの、まあね、さっきの後ろのボディから体に来る感触があるんで、あのアコースティックギターってこうやって2人でいると相手が弾いてるのがよく分かるんですよ。分かります分かります。相手が弾いて、ああそうなんだ、そうなんです、ちょっとこっちも弾いてみてっていう感じで自分が弾いてる感覚と人が弾いてる感覚違うんで、あのここに座っていただいて比べた方が分かるんでしょうけどね。でもこれに開けてみないと分かんないもん ね、同じギターじゃないと。だからどうしてそういうあの丸じゃなくてその F ホール採用したのかとか。いやそれはそのロイド・ロアさんですよ、その人が共鳴板も付けたしマンドリンに、であのギブソンさんがやっぱり丸いサウンドホールだったのをこれに変えて、なんかいろいろ理由は。でもやっぱりチェロでもね、バイオリンでもビオラでも F ホールですから、そうなんです、何かしらあるんでしょうね。なんか理由あるのかな、あっち系の楽器でああいうとこに、まあ、ギターみたいにね、丸く開いてるチェロとか、コントラバスとかって見たことないので、なんですかね、強度がきついんですかね、真ん中に開くと、なんでそうなのかなってのもちょっと、ちょっと疑問だったりするんですけどね。すいません。いやいや、僕も逆にいや一応BB キングのルシールは開いてませんけど、これも F ホールあるじゃないですか、でも実際 F ホールいらないですよね。いらないと思いますけどね。335の時に改めて説明しますけど、リードトマーさんは塞いでましたよね。そうですね、確かに塞いでたりします。ディクロンっていうスピーカーの中に入れるような吸音材みたいなのを入れて、なんか、いろいろ理由あるんだろうけど、っていうちょっとこうアコースティックなその F ホール開いて、あ、そういえば僕持ってくるの忘れましたけども、誰にもらったって言ったらバレるからあれだけどこれ塞ぐ器具持ってますよ。塞ぐ器具、いやギブソンから出てる F ホールを塞ぐその器具。どんなやつなんですか。 F の形した、片方にフィルターが貼ってあってプラスチックで両方からピュッと締める感じでいやだからやっぱり共鳴とかハウリング止めなんですよ。まあのサウンドホールに止めるゴムあるじゃないですか、はい、あれと同じ役目だと思いますけどね。そうなんですね、まあでも逆に言うとそのこれから335だったりカジノだったり、はい、いろんな機種を説明していきますけども335って、あだから175は分かるじゃないですか、ジャズミュージシャンに弾いてほしいって、でこれはいわゆる 335TDC、T は芯薄い、 D はダブルピックアップっていうのは、で C はダブルカットウェイだと思うんですけど、誰に弾いてほしかったんですかね要するにレスポールとかそれとレスポールよりも4年ぐらい、あ6年後なんで。ロックやってる人に弾いてほしかったのか、はい、ジャズやってる人にもっと薄いのがあるよって言いたかったのかどっちなんですかね。まあということで、箱物の説明をして次の335に行きたいと思います。よろしくお願いします。
速 DVD シェアナンバーワンアトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらになります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。